当にすごい会を開いてくれたことを本当に感謝しています。ありがとうございます。本当にこういうところで喋るのがあんま得意じゃないんで何を喋っていいのかなってずっと考えてたんですけど、まあ本当いつも迷惑かけてたなってことが頭の中でいっぱいになって、ちょっと謝ることしかできないんですけど、でも頑張れ何喋っていいか分かんない、まあ本当一番やっぱ悔いが残ってることは、やっぱあんだけのメンバーがいて、やっぱ本当サポーターの皆さんに優勝タイトルをあげれなかったっていうことが本当僕の中で一番悔しいです。サポーターでいつも